僕はもうねバチコリ攻めてあげて、でこれで多分ねマジ刺さると思う。このウォールベイカーが刺りそう。優勝優勝。あ、熱い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 。うわー、はい、ではボコボコ来たしちゃん。はい、ということで今日はですねこちらグローバル大会が今来てまして、まあ今回もね、おすすめデッキ5つですね、まあ紹介していきたいと思います。はい、まあね、とにかく今シーズンはゴブリンドリルが強いと。はい、ゴブドリっすね。まあその前の動画でも言ったんですけど、ゴブドリが壊れてるとめちゃくちゃ強いんですよ。はい。まあ、ラインナップとしては、まあ、ラバル、ドリル、トルネ。で、まあ、ロイジャイ、まあ、ドリル、オールベーカー、まあ、ホグですね。この5つですね。まあ、とにかくゴブドリが強いと。で、ゴブドリのメタとして、まあ、こう、ラバとか、まあ、ロイジャイ、ホグが、まあ、強いよねっていう感じですね。はい。まあ、1つ目ね、1つずつ見ていくんですけど、まずね、ラバルですね。ラバル。まあ、これね、まあ、その、ドリルが流行ってるから、まあ、まあ、このラバが、まあ、流行ってるっていうのもあるんですけど、まあドリルを狩るためと、まあ今の環境やっぱね、対空が薄いんですよ。リトプリだったりとかが多くて、まあリトプリ公務員とかマザネクとかそういうの多いんですよ。だからそいつらをかもれるこのね、ヤザップで。ね。で、こう防衛もできますよっていう感じですね。もうこれね、マジずるいから、もうドチンパンですよ、本当に。もうね、ラバルの形作っとけば基本折れますからね。で、まあここら辺で起用するっていうのがやっぱ強いんで。まあラバルはね、まあずっと強いですよね、やっぱり。さあ、こちらですね。ラバルやっていきましょう。さあ来ました、やっていきますか。まあとにかくね、ほんまにゴブドリ強いんすよ。もうね、マジでね、なんで強化したんっていうほんまに思うんすよ。ゴブドリ、まあ確かに使われてはなかったけどもやで。いや、まあなんか出んの遅いんだけど、最悪近畿的に買ってんけど、まあいいや。これ出るのが遅かったっすね。あいつそれやったらもうこれ止まらんのじゃん、相手。多分ホグでしょ。多分ね、俺止まらん気する。ミラーあるやん、やばっ。何これ一発。うわー、ちょっとだるいっすね。大体的にはちょっといまいち分かってない。まあ一旦の、まあザップ切りますか。はい。で、あー、ホグ、やっぱホグなんですね。うわー、これボンバで吸収しますか。はい。しゃーなしっすね。うん。はいはいはい。矢の雨もある？なんか相手特殊だな。まあこれ吸収すね。はい。こんな吸収でいいっす。はい。吸収上げて。で、もう形作ることを意識する。で、これ多分相手、まあミラー相手だから、まあロケコ出してテスラテスラしてきそうかな、おそらく。わかんないけど。まあ、多分相手のスペルが矢の雨だけかな、わからん。まあ、なんか、ファイボとかあるんかな、なさそう。まあ、シンプルになさそうだけど。まあ、これはスケダラ追加してんで、ロケコにいつでも矢の雨打ってるような、まあ、状況を作っといたけど。はい、こんな感じで。で、まあ、相手は多分ね、ミラーロケコしてくると思うんで、そう。んで、これ左行ってあげると、まあ、止まらんよねっていうね。はい。右も左もみたいな感じですね。まあ、矢の雨だけで抑えてくるんかな。まあ、どうやろう。わかんないです。ここどうするか言って。矢の雨無視からのホグ来る、これもしかして。来そう。まあ、来たらインドラで、なんなら無視してもいいけど、いや、インドラで守りましょう。はい。なんでかっていうと、ラバが手札にないからですね。ラバが手札にあったら、まあ、捨ててもよかったんですけど、まあ、ここは、これでインドラで守ってくれ。頼むから。頼むから守ってくれ。どうする？どうするこれ。いや、多分ね、落ちない気する。落ちるかな？落ちる？あ、落ちるんだ。うわ、まあ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 、まあまあまあ、全然 OK です。はい。全然 OK です。はい。で、まあ、これラバーっすね。で、あれ、射抜けそうっすね。これ多分相手気抜いてると思うんで、ここら辺でね、一旦ね、かましとくんですよ。はい。で、どんな感じ？今の進化ボンバーどんな感じ？あ、とはいえ2発入るんだ。で、多分これね、左絶対来るんで、これね、ホグ。で、ここら辺に多分ロケコが来そう。来なかった。来なかった。まあまあまあ、そういう時もあります。はい。ただ、これ多分ロケコ進化なんで、そう、これ、矢の雨とザップをここにピシッって打ってあげると、はい。いい感じになりそう。はいはいはい。矢の雨ずるくね。なんでホグデッキに矢の雨入ってんねん。まあまあまあ、とはいえです。はい。ここ多分相手かましてきそうなんで、まあ進化もちょっと狙ってきそうなんで、インフェか、インフェじゃない、インドラから入ってあげて、いや、そうっすね。はい。で、ちょっと進化、あれ何やったっけ、進化スキめっちゃ怖いんですけど、まあ、相手はこれね、ここのカウンターやばいんですよ。今、バルキリホグした後で、することないよっていう構えしてるんですよ。で、はいはいはい。いや、でもキング行きたいけど、まあ、ここは相手のこっちっすね。こっちでいいっすね。はい。これ矢の雨ここに打ってあげて、はい。相手なんだこれ、進化、え進化バルキリーもしかして。もしかして進化バルキリーの民。はいはい。いや、進化バルキリーの民か。終わったぐらい相手。いや、そうだよね。はいはいはい。まあ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 。まあこれはね、ホグは相性いいんでね。はい。ロケコだから相性いいっすね。まあこういうのは、攻撃相手はとにかく形を作る。もうラバルの形作って、で、まあ呪文打っとけばね、はい、もう噛まれます、ラバでは。ああいうのは全部噛まれます。はい。まあこういうドリルとかもそうですね。形を作ってあげるってのが大事ですね。はい。さあ次ね、このね、ドリル 2.6 トルネドリル。これね、多分一番強い。うん、多分一番強いと俺は思ってる。もうほんとみんなこのデッキ使って、なんか28勝1敗とか、
うん、なんか結構ね多いんですよ。これで無双してるプレイヤーがめちゃくちゃ多くて、まあ多分ねラバー捨てっすね。はい、ラバー来たらもう多分もうキング狙う勢いっすね。もう全部死で守れないんでね多分。そうだから、まあラバー以外は勝てますよっていうデッキやと思います。はい、もうちょっとぶっ壊れの予感しかしないけどね。さあやっていきましょう。まあ大体ねこういうなんかトルネードリル系ってマジでインチキなんすよ。ほんまにほんまにインチキやから、まあ特にこれなんかさ、その対空がないわけやん。そうだからラバーいない前提でもう言ってるんすよこういうやつらは。はい、ちょっとまずいよ。うん、まあトルネもあれもなかったけど、まあまあまあ許してあげましょう。はい、ドリル行ってあげて。うん、でまあ枯渇やったからここランバーなんだこれなんだこれ。あーでも美味しい美味しい、近畿できそう。いや近畿できそうやけど、できるかな、できそう。あいつなんだこれ、ランバープラスのバレルって何、なんかスパーキーとかジャイの顔してんだけど、なんかなんかすごいな。いやこれってさ入る、ちょっと試してみていい、俺進化ボンバー全然使ってないから、これ入ったらさすがに下方どうなんと思うけど、トントントン。あーまあさすがにか、あさすがに入らんかった、よかったよかった。まあまあ、いやあれ入ってたら普通にまだ強いやんと思ってたけどね。これ絶対緊急してくるでしょ相手。よいしょ。はい、これこっちで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あとはいえ強くね？とはいえボンバー強いね。全然強いね。やっぱね、思ってた通りっすよね。はい。ボンバーやっぱ強いね。結局みたいなところあったよね。だからその、実装される前から俺も言ってたけど、ボンバーやっぱ使われてますね。やっぱ強いもんな。どう考えてもやっぱ強いもんな。これボンバー買いましょう。で、まあ、バレルじゃない。トルネ来るんかな？あ、トルネじゃない。バレル来そうか。おそらく。まあ、来ないか。じゃあ、これ、こっちで、ゴブドリ行ってあげて。で、まあ、あれ、ポイズン打っといていいですね。ああ、もう、美味しい、美味しい、美味しい。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。美味しいですね。で、これ、ムートも、あれも処理たんで、もう、カウンターも来ない。完璧に攻めですね、これ。うん。ここ多分、まあ、攻めてきそうだけどな。来ないんだ。まだ来ない。なるほど。じゃあ、まあ、スケだけ流しといてあげて。で、ファイスピですね、これ。ファイスピ。で、多分、これ、かまってくると思うんで、来ないんかな。かまってきたら、ボンバーに抜いてもいいですけど、来なそう。ダックブリ切った後でしょ。これも息毒っすね。もう息毒言ってあげて。さあ、ほんで相手は、いやーこれ、トルネで。やばい！あーでも、ポンポンポン、はい、ポンポンポン、はいはいはい、はい。もう相手泣いてるよ、これ。もうマジ泣いちゃってるわ、絶対。絶対に泣いてる。さあ、これは、まあまあまあ、後ろなんで、急してあげて、はい。許容しつつの、よいしょ。で、ここに丸太切りたいですね。よいしょ。はい。いやー、いい。素晴らしい。うん。いやーこれクラウン欲しいな、クラウン欲しいんだけどな、取らしてくんないかな相手取らしてくんないかな。さあこれこっち行ってあげて、さあ進化ボンバーも混ぜつつので、多分ダックプリおそらく来ない。ただトントントンがトゥントゥントゥン、熱っ、それ2回入んのマジで壊れ。ちょ待って、マジで音さして、お願いお願い、なんか音さして、お願い俺にクラウンをちょうだい、お願い。あー落ちないよ、頼む落ちない。まあ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 ね。いやこれ多分やばいよ。いやだってね、もう明らかに強すぎるもん、ほんまに。もう使ってると思う。これやばいっすね。まあ間違いなく、ちょっとぶっ壊れではありますね。はい。まあラバ来たら、もう捨てぐらいで覚悟でいいと思う。でもね、多分ラバそんないないんですよ。はい。まあこういうね、ラバを、まあこういうドリルを狩るために、ラバ使いが、まあいるかもしれん。けど、まあマジで今の関係ラバいないんで、それが穴場なんですよね。逆にこのラバが刺さったりするんで、そういう考えのやつらがいるんで。だからね、ラバ強いと思うんですよ。はい、次ね、これロイジェイですね。これも、まあドリルを狩るためですね。はい。もうマジでドリル。ドリラース。てか、前シーズンから、まあ、このロイジャイのこの形が強くて。で、まあ、その、ここ、ボーラーでもいいと思います。はい。まあ、ボーラーでもいいんすよ。今3位のやつは、まあ、ボーラーだったり、キョスキだったり使ってたけど、多分、キョスキの方が万能。そう、ドリルに確実に勝ちたいんだったら、まあ、ボーラーかなって感じですね。はい。まあ、どっちでもいいと思うんすけどね、正直。でも、キョスキの方が、まあ、安心感はあると思いますね。さあ、来ました。エンジェル・ザ・ビースト。かっこいいな、名前が。これはね、もうボンバーっすね。もうとにかく、進化サイクル高めるってあげるのは大事ですね。いや、これいけるかな？いや、なんかボンバー次第。ボンバーの気分次第や。無理そう。やばい！あー、すべてを失った男。あるあるよね、これ。これ、マザネク行きましょう。いや、マジで最悪や、今の。今の、もうね、すべて失ってた。もうね、いや、でもなんかボンバーいけそうな顔はしてたんですよね。で、これはトリトンで、こんな感じで。まあ、やってあげた。お、美味しいぞ、これ。これは、よいしょ。はい。これ、キョスケで延命してあげて。さあ、引っ張りトリトン。相手は、なんだこれ、取り替え、とりあえず、打っとくやつ、ダメね。はい。
で、なんかボンバーあれだったでしょ。いや、これさ、もうレイジここ打ったら、もう相手、どうすんのみたいな。ありましたね。ただ、これは突破できそう。キョスケがレイジ状態。やったら、いきそうじゃね？残った！熱い！いや、これもう一枚。はいはいはい。はいはいはい。で、これボンバーで回収ね。うん。美味しい。で、まあ、ロイジャイなんで、まあ、これ金魚キルされてもいいんですよ。はい。なんで、どんどん進化ボンバーね、出しちゃって OK っすね。はい。ああ、もう美味しい美味しい。かまってくれるだけで助かる、マジで。うん。まあ、近畿されても関係ないんでね、このデッキは。さあ、トリトンで、まあ、行ってあげて、さあ、もう一回っすね。これ、もう一回、ちょっとね、キョスケ連盟してあげて、はい。キョスケっておかしいな、発音。キョスケやな。うん、これ連盟してあげて、で、多分ロケッコからのまたギャングみたいな構えしそうなんですよね。はい。で、ちょっとギリギリぐらいで打ってあげると。はい。このぐらいで打ってあげると。で、相手はギャングしかないよ。この手札だとギャングしかないんで。さあ、これマザネク追加でいいっすね。ギャング来るんじゃない？あら相手エリクサなかったか？ああ、ただ美味しい。折れましたね。はいはいはい。もうロイジャイ出すまでもなかったな。シンプルな。ヤレージが刺さってる、これ。マジで。ヤレージがね、ロケコプラスのあれだからね。いやー。まあ、ここ、相手諦めそうでもめっちゃ諦めそうだけど、一旦ボンバーから行きましょう。はい。なんかグッドゲームとか言ってたんで、まあ、ワンチャン諦めた可能性あります。お、諦めない。素晴らしい。素晴らしい。お、なんならホグも入ってると。はい。じゃもうキング起動仕上げて、さあ、よいしょ。まあ、これクラウン稼げたいんで、右落としたりしたら結構幸せなんですけども、まあ、来なさそう。進化ないと。なるほど。ただ、これはボンバーで、射抜けちゃったりするんじゃないですか、こういうのは。どうすか、あ、無理か。じゃあまあ、これロケコで、あ、ロケコじゃない、あの、キョスケで、後からね、しょってあげて、はいはい。で、許容してあげて。で、これ全部許容、許容、許容、オブザイヤー受賞してあげて、はい。で、真ん中、ドゥーン。で、からのレイジで、ドゥーンっすね、これ、はい。これでもう止まんないっすよ。はい。もう真ん中ね、ロイジャイレイジ、もうクソ強いね、これ。ほらほら、見て。やばいでしょ、これ。はいはいはい。はいはいはい。いや、マジ頼むから、キング落としてくんない？ちょ、待って、守んなって。守るなって。うん、キング落とさせてお願いだから。あ、落ちなそうですね。まあまあまあ。とはいえですね。あ、落ちそう。あ、落ちた。ラッキー。いやー、いいですね。まあ、ロイジャイも強いですけどね。やっぱ、ドリルが流行ってる分のうちは、そう、メタなんすよね、ドリルド。ドリルドメタだから、そう、ロイジャイはね。だからまあ、強いですよね。まあ、今のはね、もう刺すまでもなかったね、ロイジャイ。さあ、次ね、このドリルオールベーカー。これね、めちゃくちゃ昔からあるデッキなんですよ。はい。進化とか以前にめちゃくちゃ流行ったんですよ。もうね、強かったんですけど、ただ進化に埋もれてたっていうのもあったんですけど、このね、オールベーカーとボンバーが進化したんで復活しました。はい。このデッキですね。はい。まあ、この形やと、まあ、ラバも全然戦えそうですね。まあ、ただラバの方が若干有利やと思うんです。ザッパ入ってるんで、相手のラバがね。そう。まあでも、マジ、割と何でも勝てそう。これだったら。これだったら、ロイジャイとかでも全然勝てそうなんで。そう、こっちのレイジなんでね、ザップとかじゃなくて、そう。って感じですね。これはちょっとこっちを、まあ、万能にした感じですね。ただ、まあ、こっちの方が、まあ、マジラバ以外は何でも勝てるっていう感じなんで、うん、まあまあ、どっちでもいいと思うけどね、使いやすい方を使っていただければなっていう感じでやっていきましょう。さあ、来ました。こっちの方はね、なんかよりちょっと枯渇要素が必要なんで、まあ、難しさはありますね。あ、さっきのあの、トルネの方が、まあ、脳筋っすね。はい。もうマジで脳筋やと思う。まあ、なんでかっていうと、ただドリル飛ばして、はい。もうボンバーで射抜くだけの簡単な作業なんで、あ、で、あと守るみたいな感じで、こっちは、まあ、そのドリル、まあ、回すのもできるんだけど、ウォールベーカーを刺したりとかもできるんで、まあ、ちょっと攻めがね、やっぱ複雑ではありますね。うん。まあ、なんで難しさはあるかもしんない。さあ、まあ、ただ、まあ、個人的には、まあ、さっきのドリルの方が強いと思うね。やっぱり、使ってても思うし、これ多分、クロスやと思うけど、一応キング起動します。はい。一応ね、はい。暇キング起動仕上げて、で、オールベーカー、セパってあげましょう。はい。あー、かぶっちゃったね。これどうしよう。まあ、多分ね、これクロス来ると思うんですよ。ここドリル飛ばさずに、待ちたい。クロス来ると思う。そうっすね。はい。来るんで、で、まあ、これは、ドリルやってあげて。で、まあ、ナイト出てきたら、こう、射抜きたい。あ、そこだったらこれ、マジでワンチャン射抜けるぞ。ボンバーどう？あー、入るんだ。やっぱまだ端前から入る感じっすね。はいはいはい。美味しい。やっぱ強えな。まだ入るんだ。全然端前から入るな。うん。あー、これ、どうしよう。こんなんで守ったりできないんかな。頼む。守ってくれ。頼む。守ってくれ。やばい。やばい。あーまあまあ、一発ぐらいは可愛いな、言うて。じゃあ、これ、オールベーカー行ってあげて。で、多分、真ん中テスラ？
あーそうですね、はいはいはい。さあ一発、あー一発も入らへん、素晴らしい。じゃあこれこの位置やったら多分ね、ここやったら多分テスラに食らうんですけど、ここだったら多分ね食らわないんで、これねボンバー入ったけど右寄せですね。テスラに当たらないようにするためにこの位置ですね。はいで、はいはいはい、うわーめっちゃいい防衛。ただゴブドリが一発入りましたね、美味しい。さあここ多分クロス出してくるんじゃないかな、来ないかな、クロス来ない。じゃあ縦線でいってあげて、でまあクロスに対してはまあそうですね、できるだけバルキリーとか受けたいけど、まあ、ここはもういってあげましょう。はい、ここはもうねバチコリ攻めてあげて、でこれで多分ねマジ刺さると思う。このウォールベイカーが刺りそう。優勝優勝、あ熱い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 、うわー来たジャン。これがねどでかいんすよ。でまあこれでね端前から射抜いちゃうと、はい、射抜いてあげる、トゥントゥントゥンと、はい、トゥントゥントゥン、あー美味しい相手諦めちゃったやばっちょって、ほんまにドリル強くね、ドリルっていうかボンバーがまだ強いっすね。明らかにボンバーが強いしゴブドリも強いしって感じで、まあだからね、まあ楽したいんだったら絶対ゴブドリはな、ほんまにゴブドリ強いと思うわ。あやっぱりね壊れすぎてる明らかに、うん、他のデッキ使ってと思わへんもこんなに強いなと思わんけど、やっぱドリルデッキさっきも使ったけどこれも使って思ったけどドリルが強いほんまに。さあ、ラストっすね。まあこれはホグですね。はい、前シーズンここねリトプリで結構終盤に流行ってたんですけど、今リトプリ結構弱いんで、まあそれだったらアジャクイにして、まあ、使った方がいいかなっていう。なんでこれかっていうと、まあそのファイスピーシェリーはドリルが多いからっすね。はい、まあこういうドリル野郎に勝つためにもうファイスピーにしてます。はい、うん、まあアイスフィアとやっぱちょっとドリルきついんで、はい、まあ、まあ勝てんことはないと思うけど、ファイスピの方が圧倒的に勝ちやすいんで、まあ僕はこっちの方がおすすめですね。はい、まああとはクエイクロイホグとかもまあ全然おすすめですけど、まあこっちの方がいいかな個人的に。まあドリルが流行ってるから、あっちのクエイクロイホグの方だとドリルきつかったりするんでね、まあこれがアンパやと思います。はい、ラストやっていきましょう。さあやりますか。まあホグ使いも多いところで、まあこのホグデッキを使っていきます。はい、さあここはこんな感じで、まあモンクホグもね全然俺ありやと思うんですよ。今モンク強いんでね。さあこれは 2.6 ホグの顔してますね。顔使い 2.6 ホグかわいそうに、マジ 2.6 ホグでクエイクホグマジできついよなほんまに同情しちゃう。さあこれはホグ来てもいいように構えておいてあげて、まあこんなかったらナイトで構えてあげて、さあほんでもで、真ん中アイゴレとか来る？ゴブジャイ？え、何これ？え、何それ？え、なんかインチキじゃねそれ？マジインチキじゃねそれ？絶対に俺今あれやと思ったね、普通に。なんだったっけ？ 26 やと思ったんやけどな。26や思ったけど、なんか偽物の26でしたね。これおそらく、ホグの枠をゴブジャイにしてる説はある。絶対そうやん、もう。めっちゃ26やんと思ったら、まあでもどの道多分相性はいいと思うんですよ。なんでかっていうと、あれ多分受けが大砲とかなんで、そうクエイクがバツ刺さるんですよ。これ逆サイでいいっすね。逆サイ行ってきて、でこれクエイクまで行ってあげたら多分ねブチブチになりそう。相性はい、気持ちいい。うわ深海スピ早っ。ただ一発入るんですよ。これが入っちゃうんですよね。でまあこれはまあこっちやりつつの、わなんか怖、マジで怖。マルタ行きましょう。はい、ちょっとミスりましたね受け。まあとはいえまあこっち攻めてあげて、でここ今大砲回ってないタイミングなんで、このホグがきついた相手は、あ回したらそれ左のナイトが、そうっすね入りますね。うん、まあ逆サイなんで、あれどうしよっかな。まあ一応受けるか、一応受けときます。はい、一応受けといてあげて、まあ気負いしてもよかったんですけど、まあ進化付けを出し毒ではあります。レイジなんだ。はあ、なるほどね。マルタじゃなくてレイジと、うん、ちょっとおしゃれに加えてきてますね。さあただ相手は進化ライトが結構きつそうな顔はしてるんで、まあここはアチャクイから入って、でアチャクイサイクルして、相手ファイブレージなんでアチャクイきついんですよ、止まんないんですよ。はい、なんでまあこんな感じでやってあげて、でこれ進化ライトで、はい、ここを守る。でアチャクイが振り向いてくれたり、そうっすよね、振り向いてくれそうなんで、はい、ナイスリム夫人。でこれチャンピオンサイクルでいきましょう。はい、これだけでもう相手は結構きつそうな顔してるんで、だいぶでこれ隙読みのあれやってあげて、さあここブチブチになってますね。アチャクイが、相手やっぱねアチャクイ抜きは結構きつそうっすね。これなんならもう一発、あー気持ちいいぐらいに入ってる。さあこれナイトで真ん中やってあげて、でちょっとクラウン稼げたりしないかな。うわーマジ守ってくるやん、そうやって守ってくるやん。
はいはいはい。はいはいはい。いやー、ちょっと待って、おられないよね、さすがに。さすがにおられないよね。さすがにね、やめてね、ほんまに。ほんまに。逆におらしてクラウン稼ぎはいいけどね。まあ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 、はいはいはい。あー、キャッ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 。はいはいはい。まあ、これはでもなんか相手特殊なデッキですよね。多分26の枠を、その、ゴブジャイにしましたね。ちょっとドリル当たりたかったんやけどな。ドリル当たんなかったですね。まあまあまあ。まあこれだったら、マジでドリルにも勝てるし、ラバにも勝てるし、まあロイジャイにも勝てるしっていうところで、まあこの流行ってるデッキには勝てるかなと思います、このホグね。うん。ただ、ちょっとこのドリルは怪しいと思います。はい。やっぱね、施設取るにはちょっと怪しいと思います。ただ、こっちのデッキ高回転なんで、まあ全然勝ち筋はあると思う。はい。さあ、こんな感じですね。いや、さっきのデッキ何だったの？やっぱそうっすね。26の枠をゴブジャイにしましたね。いや、おもろい。こういうのおもろいですね。はい。まあこんな感じでこの5つ、まあ好きなやつやってください。まあ僕のおすすめはやっぱこれですね。まあこれが一番強かったですね。使ってて。はい。まあ明らかにぶっ壊れの予感をします。はい。まあホグ使いはまあこれ使っとけば安牌じゃない？これかまあ、ここら辺使っときましょう。高回転使っとくのは無難ですね。はい。まあということでよかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。